どうも文人です。今日はねキュウリのね漬物かめっちゃ辛い漬物をね作ります。スマメとかにもねめっちゃいい、辛い、キュウリの漬物を作ります。材料はねもちろんキュウリ、そしてね、辛くするための唐辛子のなんかこういうやつね、そして塩です。じゃあ早速ね作っていきましょう。まずはねこのもう洗ってあるんだけどね、そうこれを適当に切り刻みます。これってのはこのキュウリをね、切り刻みます。適当な大きさに。これじゃちょっとでかいからね、もうちょっと、いい塩梅の大きさにね適当に、切り刻んでください。というかね、どんどん切り刻んでいきます。でね、切り刻んでこれ適当な大きさになったやつはね全部ここのね、まずはこのタッパーにね入れていきます。バシバシ切っていきます。どんどんもうこういう感じでね切ってきまーすね。でこんな感じで切ってきまーす。はーい。でね、だいたいどんどんこうやって切ってってね、でヘタはもうヘタこくといけないんで、とりあえずヘタは外しておきましょう。でね、はい、どんどん包丁でね切り刻んでね、切り刻んでいきましょう。はい、こうやってどんどん切り刻んでどんどんいきましょう。手は切り刻まないようにね気をつけてくださいね。そしてねこうやってね、はい、切り刻み終わり。そう、最後気をつけないとね、最後に最後に手切っちゃったらね台無しだからね、血の味のねキュウリになっちゃうから。はい、そしてねこういう風に出たらね、あとはねじゃあね塩、まずは塩をね、この大きさのスプーンで 5スプーンぐらい入れましょうね。5さじっていうのか、 5さじぐらい、はい、1、2、3、4、はい、5さじです。そうしたらね今度はねこのね唐辛子、まあ適当にこんなもんかな、うん、これくらいでいいか。はい、入れます。そしてねもうちょい入れるかな、もうちょっと辛めの方がいいからね。辛麺、今年の辛麺。はい、そしたらねこれをね揉みます。揉み。はい、もみもみします。でね、もみもみしてね、で、はい、あとはねこいつをね、蓋をしてね冷蔵庫に、しまっておきましょう。はい、というわけでね冷蔵庫で30分ぐらい漬け置きした感じですね。だいぶなんかこう中のね水が塩の効果によってかなり抜けてますんで、ちょっとこれ中の水分ね、ちょっとね中の水分を取りましょう。はい、うわすげえ、めっちゃ中の水分が、めっちゃ中の水分がねすごい、ジョーってすげえ、こんなねいっぱい出ました。これちょっとどんな味がするのかな、辛いだろうね。わしょっぱ、これ飲めたもんじゃないね、これは捨てた方がいいね。というわけでね、で早速ねこの出来上がったね30分ぐらいちょっと浅く漬けたねこの辛い唐辛子とね塩で漬けたキュウリをね、キュウリでこのご飯食ってみようと思います。絶対うまいっていうね、こう絶対言うよね、料理番組とかでなんかうまそうなもん食っていく、これ絶対うまいよね、絶対うまいよねって絶対言うよね。そして絶対うまいよね、そして俺も絶対言ったよね。うん、あ、いいね、お、辛い。やっぱ夏はこの辛いものを食ってねこうバーッと汗かいて乗り切るのがいいね。めっちゃうまい、絶対うまかったよ、これ絶対うまかったわ。うん、じゃあね、あとはねこれは全部食わないけどね、また何日かに分けて食うけど、こっちはあとはね全部食うんでね、絶対食います、これ全部。というわけでね、動画はこれくらいにしたいと思います。というわけでね、キュウリはめっちゃ、絶対なんか、終わる前にやりたいと思っちゃうよね、絶対に。というわけで、うまい。それでは、キュウ